すいませんもう分かってます。はい。はい、分析くんでございます、はい。で、はい、もう分かってるんですよ。はい。はい、もうそれはもうさっき、今日聞いたから。もう分かってるんです。で、こないだ見たんですよ、改めて、なんか。はい、ああ、分析くんの、うん、はい、うん。もうね、語ってるわ、俺。語ってる。いや、でも、そういう。めちゃめちゃす、語ってんだよな。落ち着きました。ああ、語ってんだよな。はい、というわけで、分析くんのコーナーだってこれは知らん、だから、本当にごく一部しか教えてないし、はい、本当に広める気なんて一切なかったことを7年前にやってるわけだからさ。はい、まあ、で、その、初見の方にもちょっと説明させていただきますと、永井さんが、ツイッター上で、はいはいはい、7年前から、たまに、はい、真面目にお笑いについて、つぶやいている文石くん、はい、永井さんと永井さんのよく知る後輩ぐらいしか知らなかった、その文石くんのアカウントのつぶやきを、はい、深掘りしていこうというコーナーでございます。はい、自伝系でね、はい、自伝系で、まあ、包み隠さず、はい、さらけ出すっていうチャンネルを始めちゃったから、はい、ってことだな。そうですね、やっぱ、やっぱそこもやっぱさらけ出していくのがいいんじゃないかということで。はい。早速じゃあ。はいはいはい、めちゃめちゃやけになってるじゃないですか。いいよ、もういいよ、もう、だしょ、それをやっていくしかないんだからさ。はい、じゃあちょっと、今日も、ちょっとツイートを紹介しますので、うん、はい、深掘りしていただければと思います。2019年9月28日。2019年 ?2 年前ですかね。3年前か。3年前ですね。2019年9月28日のツイートです。駒になるには、王を経験しないと。何それ何それ何なれない。一回だった。もう一回言って何最初から言いますね。駒になるには、王を経験してないとなれない。王様の王ですね、これはね。駒は、その時、その場に、瞬時に対応が効かないと、駒ではなくなる。だから、王を経験できてないと、駒にはなれない。王も、王を経験してやっと駒になれる。王を経験した駒が、たくさんいる場所を作れたら、無敵。そこの王は最強。このツイート。何これ何これ、やべえやつじゃん、超やべえ。何、激ヤバじゃん。このツイートについてちょっと、激ヤバだ、深掘りしていただきたいなと思います。これはつぶやいたのは覚えてます？もう覚えてないけど駒になるには王を経験してないとなれない。だから駒と王の話ですよね。駒になるには、だから駒になるには、駒ですよ。ふみたいなことですよ。ふ。将棋で言うところの、うんうん、はい。ふですよね。だから駒になるには、こう、王を経験。だから一回、はい、こう、君臨、何かこう、背負うってことなんだろうな。だからなんかいろいろ、はい、恥ずかしいね。まあ恥ずかしいね、これは。これはだってさ、今までのとちょっと違うテイストが。これ何かの。これ人生語っちゃってんじゃん。あ、だから何かに置き換えてみたいなことなんですか？だから、王を経験してないと、駒にはなれないっていうね。だから、はい、うん。その何かを背負ったことがない人は、はい、こう最前線で戦えないみたいなことなんだろうな。ああ、ね、ね、うん。なるほど、なるほど、はい。で、駒はその時に、その場に瞬時に対応が効かないと駒ではなくなる。ああ、最前線でってことです。だから王を経験できてないと駒にはなれない。駒はその場で瞬時に対応が効かないと駒ではなくなる。なんでお前これにしたの？いや、これどういう意味なのかなって。ちょっとわかんないな、自分でもこれ。自分でも分かんないんだけど。だから王権、駒にはなれない。王も王を経験してやっと駒になれる。だから俺ね、あるんだよ、これさ。はい。ちょっとごめんなさい、皆さん。すいません。見てくださってる方。はい、あのね、変な、だからね、
僕ね、人よりアドレナリンが多分で出るときめちゃくちゃ出ちゃう人なんですよ。多分きっと。なあ、はい。あの、うん、もう関係ねえやってなっちゃうときに、ちょっともう今まで死にそうになったこと何回もあるよね。あるじゃない。そうですね。なんかテンション上がっちゃうとなんか。そうですね、あの、こう。テンション上がってね、道路に飛び込む。いや、もうそういうのダメだから。そういうことやってないじゃん。なんでそういうこと言うのかな。違うじゃん。だから、違う。あのね、多分その時です、これ。はい。あ、その、めちゃめちゃアドレナリンが出てる。アドレナリンがめちゃくちゃ出ちゃってる時に書いちゃったんだろうな。なんだか意味わかんないもん。だって怖いもん、自分で。いや、でもこれ多分、はい、今もう、まあ、恥ずかしいよ、カメラ回ってるから。これ、はい、多分、あの、冷静になればこれのことを説明できると思うんだけど、はい。ちょっと今冷静になれない。もう恥ずかしすぎる。何言ってるかわかんねえから。もうなんかもう、これはそれぞれが解釈してよ。それぞれが解釈して。見てる人が。そう。おのおのの。そう。そうだ。その見てる人、おのおのの王と、おのおのの王。そう。なんかあったんだろうね、いろいろ。そう、この時に何年前、3年前に、はい、なんか、いろいろ戦ってたんじゃない？なんか、うん。わかんない。もしかしたら、ちょっとしたストレス発散なのかもしれない。わかんないよ。わかんないよ。はい。うん。でもまあ、でもその時は。多分自分に言い聞かせるので書く時もあるから。ああ。だからこうやって公開されるなんて思ってないんだからさ。人に見せるわけじゃなくて。そう。その時に自分でそう思って、その時の感情で書いてて、その時の3年前の俺に言い聞かせてんのかもしんない。ああ、その自分が自分に。うん、そう。王を経験しないと駒にはなれないよ。お前なんでニヤニヤしながら言ってんの？いやいや、それ3年前の自分に。どうやってみんのもう一回言ってなんか一番最後なんか言ってなかった俺。はい。一番最後は、王を経験した駒がたくさんいる場所を作れたら無敵。そこの王は最強。だからその、そうですよね。王を経験した駒がたくさんいる場所の王を目指すみたいなことなんですかね。え？ね、もう一回言って。王を経験した駒がたくさんいる場所を作れたら無敵。ああ、で、そこの王は最強。ああ、なるほどね。でもそういうことなんじゃないの？あの、一般社会においてでもさ、はい。そのさ、わかんないけど、じゃあ、漫画とかでもさ、伝説、はい、じゃあ、不良漫画でさ、はい。例えば埼玉代表、はい、東京代表とか北海道代表、沖縄代表の、あ、その、はい、超強いやつが、もう、日本一を決めるみたいな。あ、ね、ありますね、はい。あんじゃん、そんな、はい。全国制覇みたいな、はい。もうそいつらがもう、戦い合って、ね、それが駒となった時、そいつらさえも駒にできる王が、は最強じゃん。そうです。みたいな。だから、なんだろうね。なんで言ってるんだろうね。本当に。これちょっと深く聞いてみたいなって、あのスタッフで選んだツイートだったんですけど、うん、ちょっとだから分かんない、自分に問い合わせてみたい。ちょっと本当3年前の僕に問い合わせてはみたい。問い合わせてみたい、うん、ちょっと本当にあの感覚できてるところが多いから僕は、はい、あの多分、うん、分かんない、もうその時のことは、その時の感覚が、うん、うん、そうだね、そのたまたま、そうだね、うん、だからはい。だからお前はもうこの、自伝系 YouTube の、はい、お前は、王となれよ。はい、王となって、なった時に初めて駒になれるから。で、お前らが、全員スタッフが王になった時に、はい、そこの王になるから。はい、そしたらもう、この YouTube で君臨できるからさ、ね。頼むよ。このツイート、お前ら王に、うん、王になれ。王になってくれ。な。そしたら王の中の王に。そう。もう。もうこれ終わり。あの、もう、じゃあ、本当に、はい、あの、打ち切り。この、あの、あの、なんだっけ、分析君。打ち切り。もう、これ以上俺は、
語れない。本当に終わります。本当に終わります。もう終わり。今日最終回。にしてください。もうこれは無理だ。これはもう無理だよ、もう。恥ずかしいよ。これはもう恥ずかしいよ。恥ずかしいじゃん。まあそうですよね。これどういうことだって。どういうことやってんの、今。これは何をやってんの。これはその永井さんの、その、いろんなのをさらけ出すっていうことの一環で、うん、昔のその分析のツイートをこうさらけ出して、それについて深掘りしようと。裏側を見せるとまた違うもんな、なんか。なんかさ、はい、恥ずかしいじゃん。あの、はい、その、なんだろう、でもあれも演出すごく俺は好きなんだけど、はい、M1 とかで、袖で練習したりしてるシーンとか、流れたりとか、密着でこうさ、楽屋でこうやって、こんなシーンがあったりとかさ、はい、さ、なんか、恥ずかしい人はいるじゃん。ああ、なんか流れると。そういうとこ見せたくないんだよ、みたいな芸人さんいるじゃん。はい。はい、それはまだわかるんだよ。ああ。っていうライン、まあ、その、わかる、はい、これもうわかんないんだよ、もう。この、この俺のわけわかんねえ部分を、はい、裏側でもないっていうか、はい、なんか危ねえ場所を見せてるっていう、なんだろうな。チブみたいなことですか。ねえ。もうこれ、あーって。そんくらいの、うん、そんくらい恥ずかしい。これはもう O とかコマとかもう全部 P にした方がいいんじゃない。もう何言ってるかわかんねえもん、ほんと。そしたらツイートの半分くらい P だよ。まあすいません、ちょっと、はい、ではこれちょっとマジでいい終わりで、はい、今回でちょっとまあいろいろ、いや本当にこれマジでお願い。ちょっとまあ検討お願いします。本日これ以上は無理です。本日もありがとうございました。芸人だバカ野郎。芸人だバカ野郎。ほらほら、本当にありがとうございました。すいません、先輩後輩とかなんか芸人さん見てくれてる人、すいませんでした。なんか出しゃばりました。ちょっとこいつらのせいです。すいません。はい、切ってください。はい、切ってください。すいませんでした。はい、最終回でした。ありがとうございました。